안녕하세요오프니입니다안녕하세요레점입니다またどこ行くんですかまた食べに行きます久しぶりですね何食べに行くんですか今日はスープカレーを食べましょうここはどこ横浜の館内館内お店の説明してください行ったことないからよくわかんないスープカレースープカレーで、うん、お米が1キロ1キロまた挑戦か挑戦します残したらおっくんが払います自信ない自信ない1キロ自信なさそうなんだけど食べれる朝ごはん少なくしてきました私はもう楽勝だよ残したらいくらでしたっけ多分1000円、400円ぐらい1200円、300円食べます払うの私の分まで渡す払います前回彼女の募集したじゃんしましたしました一件もないんだけど恥ずかしがり屋がきっと多いんでしょうね女性が自信満々だったじゃんおかしいなん一件もないよ一件もおかしいですねたまにタイちゃん可愛いとかはいじゃあまた今日見せてあげてはい私こんなにかっこいい人なんだよって見せてあげてねたくさん食べるかっこいい子だよって汚く食べちゃダメなんだよ綺麗にねかっこよく男らしく、はい、どうやって練習一回練習しよう練習こうやってかっこつけてかっこつけてそうそう寒いから飛んでいこう飛びますせーの混んでます。チキンカレーを。スープの量をアンプーンアンプーンサイズではい、で、ライス金玉にライス金玉はいで、辛さ3番3番一緒うん、一緒で大丈夫です同じはい、はい、そうなりますこれねプラス100円でスープの量もっと多く大盛りよりもっとさらに上アンプーン、うん、サイズができるそしてこの辛さも選べるよねうちは3そしてご飯の量が追加200円で金玉に1キロ超えるすごい量伸ばしてください金玉に金玉にそうそうそう金玉に金玉にそうそうそうちょっと変な意味になっちゃうから何の意味何が何の意味本当分かんない悪いな本当分かんない悪いな 何が金玉に金玉にだとちょっと良くないかなっていうなんでどういう意味なの言っていいのこれもう言ってもいいちょっと何て言ったらいいんでしょうかね金玉にが金玉にだと、うんちょっとこう男性のちょっとこう象徴になる、うん、これが、うん、金玉金玉があんま大きい声で言わないそう大きい声で言わないじゃあ彼来ましたこれが1キロ以上お米重いっすね、でも普通に1キロじゃありそうやばいカレーです、カレー一回見せて熱くて待てないからこれこうやってやっちゃダメですカレーがこんな感じです野菜がたくさん中にスプーン入れてみてチキンカレーってトロトロチキンがどうやって入ってるのそのままチキン入ってるじゃんチキン入ってた野菜がたくさん入ってるそして米うわでかい
ただきます。サボロスアイスですから。そう、あ、うまイケメン大をゆっくり吸いながら辛っ、ちょっとしょっぱいね。僕あんまこれ辛くないのにしたつもりなんだけど。辛くはないじゃん。辛い。しょっぱい。もして30分ぐらいかかった。結構待ちましたね。うまい。普通のカレーとはちょっと違う。スパイスがすごい効いてますね、やっぱ。スープカレーで。こうやって入ってるから。うまい。おいしい。スープカレー人生で初めて食べました。こんな食べないもんね。北海道とかが有名ですね。でもこれチェーン店だって。ん？チェーン店。あ、そう。え、そうなんですか。どこにあるんですか。あと東京にもあったよ。そうなんだ。このぐらいがちょうどいい辛さ。これ以上だったら多分辛くて。マシそうよ。マシそうよ。韓国語覚えました、僕一つ。何？ポゴシポヨ。あれですか。未来の彼女。まだ見ぬ画面の向こうにいる。どこで覚えた？テレビかなんかで覚えました。誰が？なんか街のインタビューみたいな。韓国好きな人がテレビ出てて、おもしこよーって。どう？よ。いけそうな気がします。いける？いける。結構あるよね。なんかお米が私が好きなスタイルじゃないんだよね。何米？タイ米？違うか。好きなスタイルは逆に何なんですか？これ何なの？これなんかちょっと細長いじゃん、うん、ジャポニカ米とかいろいろあるからね。日本とか韓国の方が好き。日本と韓国一緒ですか？ちょっと似た感じなんだけど、お腹いっぱいになったら珍しい。マジでこれ全部食べれるってすごくない？食べれる？食べます。汗かいてます？かいてない。今日も残したら残したらとかないですよね。食べるから男だね。あなたまだまだ違う。でも米の量は一緒ぐらいですか。あ、そっか、私入れてるから、ね、入れてないから。僕はもう入れない作戦で。入れたら絶対食べれなくなる。そうそうそう、スープがないんだよね。そうそう、だから米食べてから食べよう。米が多分さらにふやけるじゃないですか。どういうこと？こん中入れると。そうそうそう、だから要素が水分取るから。そうそうそう、頭いいじゃん。さすが。そしたら全部入れちゃえ。うわ、攻めるな。この間食べたあのすき家の牛丼よりなんか量多い気がするんだけど。米はあれより多いですよね。ペブラペブラペブラ、お腹いっぱい。あ、でもこっから多いな。あ、もうすごい汗かいてきた。
食べれなかったら食べれなかったらこれはねまあゆっくり食べるよ。珍しい、たくさん食べるのに。米がね、ダメなんだよね。言い訳。いや、ほんとほんと。なんかこのお米の、食感があんまり向いてない。私言い訳ですね。認めた。うまい、食えます。あなたみたいに食べた方がいいよね。いや、もう、いけるんでしたっけ。お腹いっぱい。いや、冗談じゃない。おしまい？食べるけど。割とある。ケーキみたいだね、ケーキみたいな。この、田辺さんも言ってたんですけど、この、下半分がめちゃくちゃきついって言ってたんで、ね、最初は、あ、いけるかなって思ってたんで。食感に敏感っていうのは分かんないけど自分に合う食感で、なんか こんな感じだな。鶏ご飯見せて。わー、でもあるよ。でもあとちょっと鳥これぐらいでした大きさ。うん、でかいですね。ちょっとこれ取ってください。これ米今日は勘弁してあーかっこいいじゃん。いやー牛丼とこれとどっちが美味しかった。美味しい。あ、そう、牛丼も美味しいけど、ほら、綺麗。美味しかった。ごちそうさまでした。日本に旅行に来る皆さん、ぜひチャレンジしてみてください。きついの？きついですか？きつい無理したの？無理はしてない。今日仕事できます？ちょっとのんびりのんびり仕事して。じゃあ今日の給料は引いて。ちゃんとやります。